カリナミドの構造式プロベネシドは、尿酸排泄促進薬の一つであり、尿中への尿酸排泄を増加させる効果を持つ。通風及び、高尿酸血症の治療に用いられる。商品名、ベネシッド。カリナミドの代替薬として創薬された。一部の医薬品について腎臓からの排泄を、競合的に阻害し、血中濃度を増加させて、作用時間を延長させる。 第二次世界大戦中、ペニシリンの供給量が足りない中でその効果を延長する目的で使用された。現在でも重症感染症の治療時に抗生物質の血中濃度を上昇させるために用いられる。ある研究では、プロベネシドは抗インフルエンザウイルス薬の一つオセルタミビルの血中濃度を2倍以上に増加させるので、抗ウイルス薬の効果増強にも使用できるとしている。 ドーピングの際のマスキング薬として使われることもあり得る。臨床的に重要な相互作用薬は、カプトプリル、インドメタシン、ケトプロフェン、ケトロラク、ナプロキセン、セファロスポリン、キノロン、ペニシリン、メトトレキサート、ジドブジン、ガンシクロビル、ロラゼッパム、アシクロビルである。これらすべての薬剤で、プロベネシドは薬剤の排泄を減少させる。 その基準としてトランスポーターの阻害が挙げられる。プロベネシドは有機アニオントランスポーターを阻害。有機アニオントランスポーターにより分泌する薬物の移行を阻害する。プロベネシドの薬理学的標的は複数あり、その中にはパネキシン阻害が含まれる。交通風薬としては腎臓で作用する。プロベネシドは原料からの尿酸の再取り込みを抑制する。 プロベネシドは、尿酸の再吸収を阻害するので、尿中に尿酸が残り、血中の尿酸濃度が低下する。添付文書に記載されている重大な副作用は、溶血性貧血、再生不良性貧血、アナフィラキシー様反応、肝炎、脂、ネフローゼ症候群である。医薬品再評価の際にまとめられたデータによると、頻度の多い副作用は、食欲不振、胃部不快感、 皮膚炎灯である。腎臓において、プロベネシドは糸球体で老化され、筋医尿細管に分泌され、炎炎尿細管で再吸収される。ありがとうございます。